おはようございます。漫画原作者の橋本海です。本日は漫画家になりたい中学生のみんなに向けてお話をしていきたいと思っております。もちろんですね、まだ小学校だよ、もう高校生になっちゃったんだけどという方もですね、聞いていって損はないお話をしたいなと思っておりますので、ぜひ最後まで聞いていってくださればなと思います。まずですね、中学生の皆さんにお話ししたいことはですね、3つあります。1つは中学校に行ってできること、そしてもう一つが漫画以外にできること、そして心と体の成長の違いについてお話ししていきたいと思います。ではまず一つ目ですね、中学校でできることみたいなお話なんですけれども、なぜ中学校に通っているのか、これはですね、前回の小学生の皆さんにという動画を見ていただいた方はですね、なんとなくわかるかと思うんですけれども、中学校もですね、引き続きみんなと同じようなことは最低限できるようになりましょうという場所なんですね。社会的な一般常識とかですね、あとみんなが知っていて当たり前と言われるような学習知識ですね、一律義務教育として通っているわけです。もちろんですね、クラスに馴染めなくて保健室に通ってますとか、お家で勉強してますという方もですね、いらっしゃると思うんですけれども、中学生である期間というのはこういったものを学ぶ時間なんだよということをですね、意識していただければですね、何のために学校行くのかわかんねえみたいなことにはですね、ならないのかなというふうに思います。最低限こういうことは知っておかないと大人になった時困るんだよねっていうのは、なんとなく皆さんもわかると思いますので、それを改めてですね、よくわからない漫画原作者に言われたのから覚えておこうというふうな気持ちでですね、いてくださればなと思います。その中でですね、何ができるかということなんですけれども、皆さんですね、漫画家を目指しているということで、日々ですね、漫画を読んだりとか書いたりとかしていると思うんですけれども、中高って部活が本格的になりますよね。それによって漫画以外の何か専門的なことをですね、一つ突き詰めることができるわけです。ソフトテニスであっても、卓球であっても、バスケであってもですね、毎日のように練習するわけです。僕の姪っ子とかに聞く話だと、今の子供たちっていうのはいわゆるホワイト部活になってるみたいなんですけれども、僕が中学校の時とかはですね、もう夜7時まで練習とかも、当然部活によっては水飲んじゃダメがあった時代ですから、それぐらいスパルタだったんですけれども、とはいえですね、今それに比べて劣るかといったらそんなことはないので、ぜひですね、何かしらの部活に入って極めてほしいと思います。特に吹奏楽部なんか入った日にはですね、死ぬまでその楽器吹けるようになるわけですから、一生もののスキルが手に入るわけです。もちろんですね、運動部とかでも社会人バレーとかいうのは将来ありますから、運動部が今だけというふうな考え方もしなくても大丈夫です。なかなかですね、今だけになるような部活っていうのは少ないので、どの部活に入ってもいいんですけれども、部活に入って専門性を高めるっていうのが大事かと思います。先ほどお話しした2つはですね、1つ目は小学校編の時の動画でもお話ししました。普通とか一般常識を知っておくことは、物語を作る上で最低限必要になってきます。一般常識が分かってなかったらですね、自分が書いてるお話っていうのはとってもヘンテコになります。例えばですけれども、信号を守るっていうことを知らない人がですね、現代社会の物語を書いて信号機とかを背景に書いたとしても、誰も信号を守っていない漫画になるとは思いませんか？なぜなら信号を全く知らないからです。ただ見たことがあるから書いたよっていうのは反映されてですね、作品になるということで、それはですね、めちゃくちゃ絵が上手かったとしても、いや誰も信号を守ってないじゃんみたいな、でもそこについては全く触れられてないじゃん、なんでっていう違和感になってしまって、この漫画変だよねということになります。なのでそういったことをですね、今の例はものすごく単純なので、そんなことありえないよっていう皆さん思うかもしれないんですけれども、幼稚園児だったら信号守る守らないっていうのはまだわからなかったりしますから、そういった状態のまま大人になっていくっていうことが、皆さんが気づいていない部分で発生しうるということですよね。例えば人間っていうのは酸素を吸って二酸化炭素を吐き出しますよね。そういったことを理科の授業で習わなかったら、宇宙で普通に生身で移動してるみたいな漫画を描いてしまうかもしれないですよね。え、空気は？ってみんなは思うわけです。でも作者自身が気づいてないってなったらすごく変ですよね。悲しいことだと思います。なのでそういった一般常識をですね、身につける場所であるということになります。そしてですね、何より大事なのが部活とかでスキルを一個手に入れるということですね。もちろんですね、帰宅部に所属をして自分が書く漫画について散々突き詰めるっていう手段もありますけれども、何か一つですね、漫画以外のスキルを持っておくと、今の時代ですね、漫画だけをやってきたよという人には厳しい時代になってます。何かしら別の知識とかを入れてですね、物語を読んで得したなと思わせるような作品を書かなきゃいけない時代になってますので、何か一つですね、自分の得意っていうものを身につけておく必要があると思いますので、ぜひですね、部活真剣にやってほしいなと思います。
こういった形で何かを打ち込んでいるとですね、今漫画家になりたいなと思っていた人はより漫画家になりたいぜという気持ちを高めるかもしれませんし、もしくは部活の方を集中したいなとか、全く新しい夢が見つかるかもしれません。こういった夢をですね見つけた場合に、中学生の間にですね、その夢を実現する方法っていうのは必ず調べてほしいなと思います。これ中学校に入った時に一番重要かなと思うんですけれども、夢を目標に変える期間なんですね。ここでですね、中学校という期間をただダリーなーって思って部活だけして終わるんではなくて、将来の夢を目標にする方法を見つけるというのが大事です。漫画で言うんであれば、例えばですね、高校を選ぶときに自分はもっと絵は上手くなりたいから美術コースのある高校を進学したいなとか、あとは専門学校だと漫画学科に通いながら高校の卒業課程が取れる専門学校もありますから、そこを選ぶという手段も一つあるかもしれませんし、もしくは漫画とかやめてですね、ものすごく専門的な話になりますけれども、サバ缶を作る人になりたいんだっていうのであれば、日本に一箇所だけですね、水産加工のコースがある高校もありますし、もう一つはですね、パイロットとかキャビンアテンダントになりたいんだっていう人は日本にこれもまた一つだけなんですけれども、飛行機のパイロットになるためのスキルを磨くための高校もあるわけですよ。そういった形で自分がなりたいものに向かっていけるための高校を探す、進路を探すっていうですね、夢を目標にするための期間なんですね。目標にした後はですね、高校の話になりますので、次の動画でお話ししたいと思うので今回は話さないんですけれども、とにかく自分が将来なりたい夢だったものから現実に引き寄せるための目標に変えるために、どうやったら目標にできるのかっていうのを調べていってほしいなとも思います。最後のトピックですね、体の成長と心の成長が違ってくるよというお話なんですけれども、これがどう漫画につながってくるかなんですけれども、まずですね、皆さんいわゆる思春期真っ只中、親がうぜえ、先生がうぜえみたいな時期になってると思います。もちろんですね、実際にうざいんだと思います。僕も口には出さなかったですけれども、親が家にいない方が気が楽だなとか、そういった時期なんですよ。なおかつですね、小学校の時と比べて自分の体の動きっていうのをギクシャクしてるなと思う人もいるんじゃないかなと思います。これはですね、自分が思ってる動きと体の成長速度っていうのが合わないんですね。なのでこういう風に動けるはずだと思って体を動かしても、昨日と腕の長さ、足の長さ違ったりしますから、上手に動けないとか、なんなら歩くのちょっと下手になってる気がするとかですね、そういった時期でもあります。そういった特殊な時期はですね、自分をしっかりと観察してほしいなと思います。自分が昨日と同じ自分ではないなという、そういった自分の成長の速さに周りも戸惑ってるんだろうなとか、そういったことを考えてほしいなと思います。そしてですね、皆さんがうざいなと思ってたり思っていなかったりする親とか先生はですね、実は小学校の時に比べてあんまり言ってきてないと思います。僕実際に小学生の子供を育ててるんですけれども、こういうことしちゃダメだよとか、こんなことを言ったら人が傷つくよとかですね、いろいろ細かく叱るっていうことは日々あるんですけれども、これって絶対中学生になったら言わないことなんですよね。中学校になった時の親の役目っていうのは、もう子供たちは自我を持って自分が考えて行動しているはずだから、道を逸れていたらそれを修正してあげるという役割になっていくと思うんですね。多くの親御さんがその役割をですね、自然とできてると思います。もちろんですね、意識していなくて、単純にたまになんかやばいことやってたら、あんたそれあかんよって言わなきゃあかんなぐらいの感覚だとは思うんですけれども、突き詰めて考えると皆さんはもう結構自由に過ごせてるんですね。その中で自分がちゃんと正しい道を選んでいるかどうかっていうのまでは、はっきりとは分かりきれてないっていう部分があると思います。というのは僕がそうだったから、皆さんもそうなんだろうなと思って話してるんですけれども、そこを含めてですね、親が言うことっていうのは自分が今違う方向に行ってるよっていうのをこう戻してくれるっていうような意識なので、自分がやりたいようにやれないんだよ、なんでだよってなるんですけれども、そこを正してもらうっていうのをですね、意識して一般常識を知るっていうことも含めてなんですけれども、なんでそういうことを言ったのかな、あいつはっていう相手の気持ちを考えるっていうのをやってほしいなと思います。この気持ちを考えるっていうのはですね、漫画においてすごく重要です。特に少女漫画を読んだことがある人はですね、わかると思うんですけれども、人の気持ちっていうのをすごく書かなきゃいけない媒体なんですね。
なんなら小説よりも人間の気持ちっていうものは文章と絵と合わせてですね、ずっと書かなきゃいけない特殊な媒体だと思うので、ぜひですね、なんでこういうふうに言われたんだ、自分はなんでこんなにイライラしてるんだろうとかですね、そういうことを考えて、こういうふうな理由があるんだろうなっていう自分なりの答えをですね、見つけていってほしいなと思います。こういったことをすることによって漫画のキャラクターのですね、心情描写上手くなると思います。例えばバーンって殴られた時に畜生この野郎ってなるのはわかるんですけれども、畜生この野郎っていうパターンだけだと連載漫画って飽きると思うんですよ。でもバトル漫画とかだと殴られた敵が必ず畜生この野郎ってなるわけじゃないじゃないですか。いてえ、なんでこんなことするんだよって言ったりとか、いいパンチ持ってんじゃんっていうような反応したりとか、いろんなパターンの反応がありますよね。これって殴られた瞬間、相手がどういう気持ちで殴ったのかっていうのを殴られた側が察していたりとかですね、あと殴られるまでの過程でこういうことを考えていたとかですね、そういう心の過程をですね、作者が考えることができるからなんですね。これは中学校の時に思春期だからこそ、相手の気持ちとか自分が言われたことに関する敏感さっていうのがピカイチだと思いますので、ぜひですね、それを漫画に生かすためにも、言われたこと、なんでこんなこと言われたんだろうとか、なんであいつあんなことで叱られてるんだろうとかですね、そういったことを考えながら観察するっていうのがいいかなというふうに思います。もちろんですね、実際に漫画を描き始めたよという方はですね、こういう時はこういう反応もできるんだなっていうので、漫画に早速取り入れるとか、そういうこともしていってくださればなと思います。今回ですね、ちょっと説教臭くなってしまったんですけれども、中学生の漫画家志望の方がですね、今できることをお話ししてまいりました。もちろん漫画を描くっていうことも重要なんですけれども、中学校というですね、限られた3年間ですごくたくさんのことができると思います。僕個人としてはですね、中学校の間が一番本が読める時期かなというふうに思います。高校に入るとですね、やることが増えてですね、中学校の時ほど本読めなかったんですよね。なのでたくさん本を読んでほしいなというふうに思います。もちろんですね、紙の媒体じゃなくても電子書籍を読むっていうのでも十分ですので、ぜひですね、いろいろチャレンジしてほしいなというふうに思います。次の動画はですね、高校生の皆さんに向けたお話もしていきたいと思いますので、今中学生の皆さんはですね、先取りする気持ちで次の動画も見てほしいなと思いますので、チャンネル登録高評価していって、このチャンネルをですね、忘れないようにしてほしいなと思います。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。橋本海でした。